おはようございます。釣り子 TV です。デプスのですね、ウェブメンバーで頼んでいた、あの釣り竿が届いたようですよ。早速開封していってみます。はい。というわけでね、デプスのウェブメンバー限定でですね、こう、釣り竿が注文できるよなんていうのがね、よくあったりするんですけども、例えば、ショアジギングの竿であったり、エギングの竿であったり、はたまたトラウトの竿であったりですね、結構、メンバーのお楽しみなんですが、これは何ぞやということで、だいぶ前に注文したんでね、開けてみながらちょっと見ていきたいと思いますね。開けて、じゃあね、早速出していきたいと思います。おーおーへ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 ー、こんな感じの竿が入ってましたよ。何やら短い感じです。うわっうわー、これはいいですね。なんかすんごい丁寧に梱包されていて、どっちから出す？こっちからかな？ちょっと開けてみたいですね。はい、じゃあ出していきまーす。これは取っちゃって。はい、出してみました。サイドワインダーのビギニングモデルっていうやつですね。ビギニングモデル。4フィートの竿なんですけども。はー。これはね、面白いなぁ。短いですね、まず。で、ここがね、ソリッドティップになっているね。ちょっと見てください。こういう感じで、見やすいように、オレンジ色が、入っているんですが、ここがね、ソリッドティップになっていて、ギュイーンってね、曲がる。で、結構ね、いっぱいガイドが配置されてますけども、わあ、結構綺麗でいい作り込みですね。で、ここを見ていくと、サイドワインダーのね、ロゴが入っていて、ね、ビギニングモデルっていうふうに書いてあるんですけども、いやー、これは面白いな。思ったよりね、やっぱりこのね、なんかメンバー限定のやつってね、いつもね、頼むと、お、いいね、みたいな竿が届くんですよね。今回の、これは、嬉しいなぁ。ねぇ。まあ、初心者のね、ちびっことかを連れていくときに使いやすい竿みたいな風にね、売られていたんですけども、この感じを使ってね、ちょっと穴釣りとか、はたまた渓流の釣りなんかでも使えちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですけども。で、この竿の面白いところが、ガイドがまあこういう感じで配置されているんですが、ベイトをつけてもスピニングをつけても使えるよっていうことで、まあ、例えばベイトフィネスみたいな、リールをつけて、こう、ベイト使いもできるし、はたまたスピニングリール小さめのものをつけて、こっち側でね、こういう感じで、まあ、スピニングとして、使ったりね、両方その用途に合わせて楽しめちゃうよっていうね、こういう竿なんですね。で、なんだろう、ホームページ上で見てたらですね、イメージが湧かなかったんですけども、手に取ってみるとね、案外いろいろな、使い方ができるんじゃないかなっていうことでね、まあ、ソリッドティップを生かして、そうですね、カサゴ釣りとかでまず使ってみようかな、ね、どんな使い心地なのか、はたまた、ね、このバットの方のパワーはどんなもんなのかね、気になるところですね。ルアーウェイトは4分の1から8分の3オンスまでね、使いますよっていう風に書いてありますね。なんでもロッまあせっかく届いたんで、ちょっとね、これでどんな釣りができるかね、いろいろ遊んでこようかなってね。はい、
はい、はい、そんな感じでございます。で、ちょっとね、届いたんで早速、まあ、開封してみようっていうことでカメラを回し出したんですけども、こんな感じの竿が届きました。ウェブメンバーの募集はですね、2月の、1日から2月中ぐらいの期間で行われて、で、それでね、お申し込みをすると、まずは、メンバー限定のルアーが届いて、その後はね、こういう感じで、まあ、任意でお気に入りの欲しいグッズがあったらね、注文して、その時注文すれば、確実にね、早いもん勝ちとかではなくて、注文した、ルアーであるとか、こういった、竿であるとか、手に入っちゃうよっていうね、非常に面白いコンテンツなんで、ぜひ気になっている人はね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。自分これでトラウトロッドを手に入れたり、あとはやりたいけど竿を買うまではなみたいな感じだったね、ジギングの竿を手に入れて、まあそれで海で使ったりね、だいたいね1万円前後くらいでね、毎年この特殊サイドワインダーがね、買えたりするので、気になっている人はねぜひね、チェックしてみてください。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、サイドワインダーのね、ビギニングモデル、これが家に届いたんで開封してみてって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。